NHK ニュースライブ U5 時月曜から木曜午後0が7日最終回を迎えた。キャスターを務めた片山千恵子アナウンサー39は2年間 U5 時ご覧いただきありがとうございました。毎日スタッフみんなで試行錯誤頑張りました。だんだんセンさんとのメオ漫才風フリートークも見てるよ。楽しいなんて言ってもらえて嬉しいところだったんですけどね。またいつかやりましょう。 漫才じゃないですけどと小田切千穴54との再演を熱望していた。片山穴は神奈川県出身で2008年に NHK に入局。金沢局を経て東京アナウンス室勤務となり、首都圏ネットワークのキャスター、歌コンの司会を務めた。新年度は、明日を守るナビ、日曜前15、E テレ、今日の料理、月曜から水曜59、0を担当する。 小田切アナは神奈川県出身で1994年に NHK に入局。長崎局、大阪局、東京アナウンス室、水戸局を経て2006年から2度目の東京アナウンス室勤務に。昨年3月まで NHK のど自慢で約10年間司会を務め、同4月から U5 時を担当した。